はいそれでは質問見ていきましょう。はいこの図ですね、えー、図によって表さ表される企業の組織形態はどれか。事業部制組織、社内ベンチャー組織、職能別組織、マトリックス組織。はいこの図ですね、えー、この図が表しているのはどの組織形態でしょうか。考えてみてください。 いかがでしたでしょうか。答えはこちらの職能別組織になります。職能別まあこれは文字通りですね。職能、えー、例えば製造だとか販売だとか、えー、人事総務だとかですね、えー。専門的なこう技能に分けてそれごとに組織を作っていくというですね。えー、これが職能別組織という形になります。まあ、事業部別組織であれば、えー、何内事業部。 例えばまあ製品ごとの事業部だったり地域ごとの事業部だったりというものが作られますし、まあ、社内ベンチャーであればですね、まあ、まあここの中のそれぞれが、まあ、どこかがですねベンチャー企業のような形になっていると、まあ、企業を設置して、まあ、その中あたかもまあ企業を設置したり、まあ、あたかも企業を設置したような形でやっていくというのが社内ベンチャー組織ですね。 でマトリックス組織というのは1人の社員が、まあ、営業部と反則と反則プロジェクトみたいな形でですね2つの異なる組織体系に所属するのがマトリックス組織という形になります、まあ、この図からはそういったことは読み取れないし、まあ、もう本当にですね販売とか人事とかこう職能で分かれているのが一目で分かりますから今回の答えは職能別組織ということになります。